ですねノーマルジョグクラブの皆さんとですね撮影の方させていただいてまして、めちゃめちゃねノーマルなんですけども、めちゃめちゃ皆さんねカスタムの方されてまして、めちゃめちゃねかっこいいジョグの皆さんになってます。今日はですね、ノーマルジョグクラブの皆さんとですね、撮影の方来てまして、すごないですか？なんかね、やっぱそのジョグでもいろんなカスタムの方向性がありまして、ノーマルだけどいじってるっていうスタイルを貫いてる皆さんですね。いや本当にね、可愛らしいジョグもあるんですけども、中身の方はね、結構走りに特化された皆さんでして、で加速とかそういったのを重視にされてるクラブの皆さんですね。すごないですか？今日はねこちらのねジョグとかアプリオとかそういったのをね撮影の方をさせていただきたいと思ってます。最後まで見ていってください。こんにちは、ヨタカチャンネルのヨタカです。今日はですね、このノーマルジョグクラブって見えますか？このステッカーね、めちゃめちゃ可愛いでしょう。こちらの皆さんと今交流を持てまして、このノーマルジョグクラブ、ノーマルだけど、結構やってはりますよね。ノーマルには見えないですもんね。こちらの先生に、ちょっとね、こちらのグループの代表ですよね。代表の方ですよね。はい、代表の方にちょっといろいろ聞いていきたいと思ってます。これ車種は何になるんですか？ジョグ Z です。ジョグ Z、 ジョグ Z の、50ベース50です。50ベースなんですよね。ボアアップだけしてます。ボアアップされてて、でこれホイールは違うんですよね。ホイールは、リモコン、ZR のエボリューションの前後ホイールです。 ZR のエボリューションの前後のホイールをこう履かしてるんですね。ポン付けでつくので。あ、ポン付けつくんですか。はい、でこれマフラーの方はKN の G03X ですね。 G03X っていうマフラーを履かれてるんですね。これ外装の方なんですけどね、ご自身さんでアレンジされてるんですよね。外装は自分の自家塗装。自家塗装、あ、自分で塗られたんですか。自分で塗られてステッカーの方をこうカーボンステッカーって言うんですかね、はい、でこうギザギザ風って言うんですか。はい、余ってたんで余ってたやつを、はい、なんかもったいないなと思って。でやっぱヤマハなんでヤマハのステッカー、はい、これどこのステッカーになるんですか。オフ車の、はい、WR250 っていうところのステッカーです。を貼られてるんですね、はい、ここに、はい、へえ。これちょっとあの黒でぼかしみたいなのも自分で入れられてるんですよね、はい、へえ、すごいな。で反対側も言うたらヤマハのステッカーで、はい、貼られてて、なんか生駒までこけました。生駒で転倒、生駒の言うたらサーキットで、はい、サーキットでも走ってらっしゃるんですね。1コーナーでこけま
1コーナーで散りましたかすごいねえ、これフロントフォークはどこのやつになるんですか。もう昔のケールのフロントフォーク。へえ、これブレーキの方も変わってますよね。ブレーキは今で言ったら RPM の、はい、あの初期の方のキャリパー。あ、初期の方のキャリパー入れられてるんですね。ステッカーがブレンボのステッカーを貼って、ブレンボのステッカーでブレンボチューンみたいな感じにされてるんですね。でこれブレーキホーススティッチラインの、それは多分自分の大きいバイクの余ってたやつの、はい、あ、ブレーキ、はい、ホースをつけただけです。でアルミのメッシュホースの上からこの透明なカバー入れられてるんですね。電気コードの保護カバーですね。保護、あ、電気コードの保護カバーをここに巻かれて、はい、このノーマルジョグクラブさんってこう今何台ぐらいで活動されてるんですか。何台でしょう。いつも集まるのはこのメンバー、この 2,4,6 台で、はい、こだわりのチューンはどこですか。こだわりは今ない。こだわりない、それやめてください、まあ、とりあえず壊れない。壊れない、ノーメンテ、ノーメンテ、で、そこそこ速くて乗りやすい。そこそこ速くて乗りやすい、しかも加速重視。最高速はとりあえず90以上は出ます、ね、90以上は出だし重視でもう乗られてるんですよね。そうなるんですかね、まあ、全域ですね。全域で、はい、これね、シートの方も変えられてますよね。シートはフロント浮くので滑り止めの、はい、あ、滑り止めの、はい、もう先ほどからねバンバンこうフロント浮いてるんですけども、ちょっと動画ではねなかなか伝えにくいんですけども、メーターの方はジョグ90のノーマルメーター。あ、純正メーターなんですね。すごいな、もうこう至る所にこうなんていうんですか、味が出てますよね。どうですか、このジョグ Z の魅力って何ですか。いえ、 ZR が欲しかったんですけど。あ、 ZR が好きだった、はい、欲しかったんですね。ただ縁がなかったのでジョグ Z を。あ、たまたま、この猫ちゃんのねこのテールランプでねくつろいでるのがすごいね印象的な。これ可愛いですよね、ほんまにね。可愛いですね。しかも、あ、リアサスの方もこれ変わってますよね。リアサスは上昇さんが一時出してたんですよ。あ、上昇さんが出してた言うたらリアサスの方を入れられてるんですね。のアダプターだけね。へえ、あ、アダプターだけを。アダプターで、リアサスは、はい、これシグナス用です。あ、シグナス用。へえ。シグナスを乗ってたんで。あ、そうなんですね。はい、じゃあ僕がもしかしたらこういう感じになるかもしれないってことですよね。いや、ゆくゆくは。お遊び用で。でクランクケースの方も加工されてますよね、これ。穴だけ開けてますね。あ、穴だけでメッシュの方加工されて、見た目だけです、ね。見た目だけで。見た目と熱逃がしですね。ああ、結構やっぱ熱こもりますもんね。50は口ないんで。ああ。90は口ついてるんですけどね。はいはいはい。こう全体的にね見てもらってもね本当にね。印象的のあるノーマルに見えるんですけどもノーマルじゃないジョグ Z、 かっこいいっすよね。また後でちょっとねマフラー音の方聞かせてもらいたいと思います。オーナーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で2台目の方がですね、こちらねジョグのアプリオのタイプ2のマシンになるんですけども、オーナーさんがねブッチさんっていう方になりまして、こちらもねちょっと紹介の方を引き続きしていきたいと思います。ブッチさん、よろしくお願いします。お願いします。これこだわった点どこになりますか。こだわった点はフロントフォーク。フロントフォーク、マフラー。フロントフォークはこれ どこになるんですか。これはまあ安物の。安物のね、あれですね、ブレーキキャリパーの方も変わってて、これ KN さんから出てるやつになってるんですね。はい、で青が好きなんですか。一応まあ車体が青なんで。あ、車体が青なんで、それに合わせてところどころ
青にされてるんですよね、はいはい、でマフラーこだわった点って言われてましたけど、どういった点で？このマフラーはちょっと排気漏れがするんで、はいはい、僕はもうめんどくさくて溶接でガチッと、あ、溶接で全部埋めちゃったってことですか、はい、ほんまや、もうところどころ溶接の跡が。これ全部言うたらおじいしんさんで溶接して、そうです、すごいな。へえ、これマフラーの方はどこのマフラーになるんですか？これは KN さんの、 KN さんのところのマフラーで。へえ、これ後ろはノーマルのホイールなんですか？はい、でも前は変わってますよね。これ前はどこのホイールになるんですか？これはエボリューション ZR、 あ、エボリューションの ZR のホイールに履き替えて、これアルミなんですか？で後ろはノーマルなんで、その鉄筋ホイールになってるんですね。へえ、で言うたらシートの方もこのなんていうんですかね、ラインの方青に変えられて、でこれなんか羽変わってませんか？はい、これはジョグ Z の羽、あ、ジョグ Z の羽を、はい、あえてこのジョグのアプリオにつけちゃったんですか？はい、うわー、なんか斬新、なんか見た目が違いますよね。テールランプの方もこれ言うたらめちゃめちゃちょっと丸みのあった可愛い、これはアプリオ純正のテールがこういった感じになってるんですね。へえ。でクランクケースの方加工えぐないですか？これめちゃめちゃ肉抜きされてますよね。これ一応まあ、ジョグ90のエンジンを積んで、あ、ジョグ90のエンジンを積んで、言うたらジョグのアプリオやけどジョグ90のエンジンに積み替えられてるんですか？へ、はい、でリアサスの方も車体に合わせて青色を選ばれて、はい、すごいな。こだわった点どこですか？こだわった点は、まあ、ジョグ90のエンジンをサンダーブレイフローに乗せ替えたと。乗せ替えちゃった。やっぱ乗り心地は全然違いますか？全然違いますね。メーターの方もね、こう100キロまですごいな。ナポレオンミラーついてるじゃないですか。グリップの方も変えられて、いやー、お魅力って何ですか、このアプリオの丸みですね。丸み、はい、この可愛らしい丸みがやっぱりあの魅力。もうノーマルこのジョグクラブって長いんですか？まあ、1年ちょっと。1年ちょっとで、でそれまではご自身さんでカスタムを楽しんでたっていう。そうですね。いや本当にね、ちょっと可愛らしいジョグの、ね、アプリオでした。ありがとうございました。で続きまして、このジョグの90になるんですよね。はい、で通勤車両なんですよね。はい、そうです。通勤車両なんで、この前かごがついてたり、言うたら風ですよね、風とか雨よけのやつがついてたり、風防灯ついてて、ハンドルカバー、はい、ハンドルカバーはやっぱ寒いですもんね。本当に雨降った時いいですね。あ、雨の時に、はい、ね、ナポレオンミラーのメッキタイプつけられてて、でフロントフォークもこれ変えられてるんですね。はい、KN です。あ、KN のフロントフォークに変えられてて、はい、でなおかつキャリパーの方も変えられてるんですか？これ、はい、2ポットに変えられてるんですね。でディスクの方はこのウェブ上のやつに変えられてるんですね。そうです。へえ、なんか通勤用の割には結構足回りがっちりされてますよね。そうですね。でもう前かごついてて、風防の方ついてて、はい、もうめちゃめちゃ通勤しよう。買い物も行きますので。あ、買い物もこれで行っちゃう。はい、で、あのクランクケースめちゃめちゃメッキしてるじゃないですか。はい、おしゃれです。おしゃれに、はい、これリアサスの方も変えられてるんですね、車外に。リアサスも変えてます。このジョゴ90の言うたらテールランプはこれもともと純正なんですか？いや、サイドだけクリアに。あ、ここだけ。はい、そうですよね。ちょっとあのワンポイントで中にアルミホイールですか？あ、アルミホイールで、はい、あ、言うたらその抜いちゃっただけだったらあんまりこう照り返しがないんで、アルミホイールを入れて、はい、あの結構分かるようにされてるんですね。そうですね。はい、すごいな。でマフラーの方はこれ
どこのやつになるんですか。これは、多分なんですが、はい、グランドアクシスの社外品ですか。あ、グランドアクシスの社外のマフラーのこの隔壁マフラーっていうんですか、はい、を入れられてるんですね、はい、スケが結構合わなかったんで、はい、間にスペーサー入れて、あ、間にスペーサー入れられてるんですか。ちょっと待ってくださいね、見にくいな。取り付けるところです。ここに、はい、ここにスペーサーかまされて言うたらこう出してるんですね。へ、ね、はい、あ、ほんまや、ここの奥側にねスペーサーの方かまされてますもんね、はい、でマフラーガード、あの高層の KN さんのマフラーガード入れられてるんですね、はい、結構倒してますね、めっちゃガリガリし、これあのいただき物なんですか、はい、びっくり、テッドオーナーとの、あー、びっくりした、めちゃめちゃ倒すやんと思って、マフラーの方もね、本当に珍しいマフラー入れられてて、はい、ジョグ級で、あれですね、シートの方も変えられてるんですよね、そうですね、はい、で、ワンポイントで赤で変えられてるんですよ、これシートカバーですか、シートカバーです、で、メーターの方も、これ当時のメーターになるんですか、これ、はい、純正です、純正メーターで、このジョグのスペシャルエディションっていうのはなんかかっこいいですね、そうですね、あ、しかも高素の、そうです、電圧系とタコメーター、タコメーターと入れられてるんですね、めっちゃ走り重視してるんじゃないですか。めっちゃ面白い。ジョグ90の魅力って何ですか。買い物も行けて、通勤も使えて、まあ、ロングツーリングも壊れずに乗っていけるのがやっぱり楽しいですね。結構でも駆動系とかも結構いじってらっしゃるんですよね。ノーマルです。ノーマル、はい、でも大型バイク乗られてるんですよね。はい、そうです。喋り方がちょっと独特なんですけど、九州の方。そうです。もう転勤か何かで、転勤でこっちにやってきました。転勤できて、はい、このノーマルジョグクラブ入っちゃった。そうですね、はい、もう逆にこっちの人じゃないですか、もうほんまに。でも言うたらこう車種隔てなく、言うたらこのジョグ90で今遊ばれてるんですよね。そうですね、はい。ちなみに大型何乗られてるんですか。まあ、FZR の1000です。FZR の1000、はい、乗ってるのにジョグ90の方が楽しい。楽しいです。楽しい。すごいな、ほんまに。いや、ありがとうございました、はい、本当。今日はですね、このノーマルジョグクラブの皆さんとですね、楽しくね、撮影会させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒に、スクーター、なめんなよ。いや、もう超ちゃんとしてくださいよ、皆さん、ほんま。ノーマル、もうみんな、もう一回行きますね、もう一回行きますね。スクーター、なめんなよ、って言ったらなめんなよ。はい。